サイクルスポーツチャンネルへようこそ。編集長です。さあ、サイクルモード2023の会場で注目のブースを回る動画をお届けしてまいりまして、今回はキャニオンさんのブースに来ております。今年も市場が大盛況、すごいことになってるんですよ、いろんなところがね。さあ、そんなキャニオンさんのブースで、今回アンベールされた注目のニューモデルがあります。竹内さんにご紹介をいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずこちらのカラーのバイクから。はい、はい、そうですね、皆さんご存知のマーチューファンデルプール、はい、モデルがとうとう出ます。去年も青いモデルでマーチューモデルを発表したんですけれども、今年も少量ではありますけれども、ユーザーさんにお届けできるようになりまして、はい、今月、あ、ごめんなさい、5月発表ですね。5月発表、はい、来月販売の予定になっております。じゃあもう初展示ですね。そうですね、あの全世界初ですね。あ、すごい、はい、ワールドプレミア、ワールドプレミアですね。あ、なるほど。まあ、昨日ドイツからもスタッフが来て、はい、このアンベールのイベント、はい、画像撮って帰りましたので。なるほど、もう本当にそれくらい世界的にも、はい、重要なオープニングイベントだったと。そうでしたね、いうわけですね。なるほど。さあ、そしてそのお隣にはもうね、東京五輪の時に、そうですね、話題に 大注目を浴びて、あれはいつ売るんだと、はいはい、ずっと言われ続けたモデルが、はい、とうとう販売します。これは6月ですね、予定になっております。6月、はい、なるほど。これちなみにモデル名は、モデル名は東京エディションという名称になっております。はい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 、東京の時に各キャニオンライダーが乗りましたので、はいはい、東京エディションという形で発表させていただいております。この可愛い女の子の顔はキャニオンのデザイナーさんが考えたんですか？そうですね、キャニオンのデザイナーが考えたモデルになってますね。やっぱり日本といえばアニメ文化、イメージがそういう、こうインスピレーションがあって、はい、こういうカラーにしたっていうふうに聞いてますね。やっぱりエアロードだからフレームのサイズが、はい、面積が大きいからこういったグラフィックも可能になりますね。はい、まあ、少量生産というか、少量生産、はいはい、で作って、その台数しかもう作らない。そうですね、もう今回限定っていう形ですね、はい、通常生産品ではないので、どちらにしても、はい、まあ、今回だけっていう形になりますね。この目のところとか、はい、ちょっとラメな感じにキラキラ、そうですね、採用されてるんですね。これやっぱ横からただ写真で見るよりも、はい、実機を見る方がこう塗装なんかにもこだわりをすごく感じられて、はい、いや、やっぱり本物は違いますね。面白い。他にも奥にはキャニオンさんのブースとか、あー、ブースでごめんなさい、グッズとかコーヒーなんかも販売されてますけど、あちらも好評で、はい、そうですね、去年に続きですね、エアロードテイストのコーヒー豆を販売させていただいておりますので、はい、エアロードテイストの、はい、エアロードの爽快感を味わっていただければと思います。あ、なるほど、はい、吹き抜ける風のような、そうですね、爽やかな、まあ、どなたでも飲みやすいテイストになってますので、はい、うん、ぜひお買い求めいただければ。会場限定ですので、会場ここでしか買えません。あ、はい。さあ、武さん、はい、この、まあ、2台の限定カラーですけども、はい、実際購入できるようになるのは、はい、いつになるんでしょうか？なんと割と直近で、はい、こちらが5月、もうすぐですね、はい、こちらがさらに早く4月、はい、もう買える、もう買えます、もう間もなく買える、もう要チェックです。なるほど、はい、これはもう欲しい欲しいと狙っていた人は、そうですね、これをもうオリンピックの時から狙ってた方はもうぜひぜひ毎日張り付いていただいて、毎日キャニオン、毎日朝起きたら毎日お願いします。そうですね、サイトを開いて、はい、はい、注文できるようになってないかチェック、はい、お願いしますです。皆さん要チェックです。以上、キャニオンさんのブースからお届けしました。